エドワード・エディ・マッカイ・ジーバー・ジュニアはアメリカ出身のカーレーサー。元イ1カート・ R ドライバー。2008年現在アメリカ人の F1 最多出走ドライバーである。イ一時代はエディ・チーバーとまたアメリカに戻ってからはエディ・チーバー・ジュニアと呼ばれることが多い。1998年にインディ500をチームオーナー兼ドライバーとして制している。 また、弟のロスチーバーは日本でも活躍したドライバーで、息子もヨーロッパを中心に活躍しているドライバーである。アリゾナ州フェーニックス出身。幼少時にイタリア・ローマに移住し、そこでレーシングカートでレースキャリアをスタートさせる。カートでチャンプ獲得後はフォーミュラ3に参戦。F3 では同じアメリカ人で後に同じく会1に参戦し、 インディ500も制したダニー・サリバンとコンビを組み、また、フォーミュラ2では、マクラーレン参入前のロンデニスのチーム、プロジェクト4で走っている。1978年、若干20歳で、セオドールから開幕2戦にエントリーするも、共に予選落ちし、ケケ・ロズベルグに交代させられる。ヘスキスからエントリーした翌3戦目の南アフリカで、初めて予選を通過するが、 この年の決勝レースはこれ一戦のみとなる。また翌年はブランクを開けることになる。1980年、オで、だから、初めてフル参戦を果たすが、4戦予選落ち、完走一戦のみに終わる。活躍するのはティレルに移籍した1981年から。開幕戦母国アメリカで、初入賞を5位で果たすと、計古戦に入賞、10ポイントを上げる。 さらにリゼに移籍した1982年には入賞は4戦に減るが母国での2位表彰台を含む3回の表彰台を獲得し翌1983年にルノーに抜擢される。アルファロメオ時代ルノーではアランプロストのチームメイトとなり4度の表彰台を含む22ポイントでランキングベストの7位に食い込む。 しかしルノーでの生活も1年で、終わり1984年1985年は、アルファロメオに在籍。アルファロメオの戦闘力不足でもあり、この2年間での成績は、遺跡初戦の4位入賞のみであった。1986年は、カール・ハース率いるハース・ローラから母国、アメリカのみ、スポット参戦。1987年からは、 中堅チームのアローズに3年間在籍し、1989年、アメリカグランプリでは3位表彰台を獲得するが、目立った成績を上げることはできず、1989年末で母国アメリカへと戻ることになる。ラグナセカのコークスクリューを駆け降りるチーバーその後は、カートへ、チップガナッシュレーシングのカート最初のドライバーとして参戦。 カートと R が分裂した1996年には R へ移籍、その年のインディ500では決勝ファースティストラップのトラックレコードを樹立した。同年後半には自らのチームを立ち上げ、R での参戦を継続する。1998年にはインディ500を制し、またその後は参戦台数中1、2台しか採用していなかった日産製。 インフィニティエンジンで参戦を続けたが、インフィニティが撤退した2002年限りで、第一戦からは退き、その後はチームオーナーに専念しつつ、インディ500を中心としたスポット参戦やグランプリマスターズにも参加している。チーバーは DNS として記載されました。レーシングオンナンバー271ニューズ出版、1998年 P116。P レーシングオンナンバー327ニュース出版2000年 P31 ありがとうございます。